いつもご視聴ありがとうございます。こんにちは、ルッチカーレ店長です。本日もよろしくお願いいたします。まだまだ残暑厳しいですが、前回から秋冬物のコーディネートに入りました。で、今回はイタリアブランドの名品と呼ばれるものを使ったコーディネート組んでみましたというお話です。僕もそうだったんですが、50を境に今まで着ていたファッション、若い時から愛用していた洋服がどうも似合わない、しっくりこないなって感じる時期です。で、その時期にこういったファッションがおすすめですということで、 YouTube いろんなコーディネートをご紹介させていただいています。ただその多くがイタリアブランドです。決して安いものではありません。なのでやみくもにね、揃えていこうと思ってもなかなか難しいと思います。そんな中でまず何を揃えていったらいいか、各ブランドそれぞれに名品と呼ばれているアイテムがあります。皆さんに支持されて、そして何年も定番として続いているもの、品よく着られて長く使っていただける、流行に左右されない、そんなアイテムがいくつかございます。で、今回はそんなアイテムを揃えてみたので、コーディネートを組みながら説明していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、まず最初のコーディネートです。もう秋口ちょっと涼しいなっていう感じの時期からこんなスタイルいけますね。ではパンツからご紹介したいと思います。見てすぐわかる方いらっしゃるかもしれません。インコテックスラックスというブランドから100型です。皆さんご存知かもしれませんが、インコテックスというブランドのカジュアルラインです。粗い加工だったり製品染めだったり、そんな加工を施したカジュアルパンツとして人気のラインです。置いてある分にはかなりカジュアルなパンツに見える、そんなアイテムなんですが、実際に履くと綺麗め、程よいカジュアル感、休日に大人が履くパンツとして非常に使いやすい、そして足が長く見えて綺麗に見える、人気のポイントだと思います。こちら大定番のコットンチノです。ストレッチもしっかり効いてるのでストレスない、何よりね、やっぱ細見えします。コットンパンツとかデニムとかそうなんですが、いくらちょっと緩めのファッションが流行りだったとしても、我々世代細身の方がやっぱりかっこよく着こなせます。全体のバランスも取りやすい、手持ちのものともコーディネートしやすい、そういった意味でこのインゴテックスラックス100型、これはね、色もたくさんご用意してます。お好みの色一色選んで履いてみてください。汎用性も高いし履き心地もいい、なぜか足が長く見える、そう感じていただけると思います。はい、そして足元です。ペランテというブランドです。今回タッセルのスリッポン、ブラウンのスウェードを履いています。他にコインローファー型のイセオというモデルがあるんですが、ソールがビブラムソール、ゴムのソールってことです。足に馴染ませて育てていくというよりかは、最初から足馴染みが良くて非常に軽い、長く使っていただけるんじゃないかなと思います。はい、そしてベルト、アンダーソンズというブランドのレザーのメッシュベルトです。ちょっとワンポイント遊び心を加えたい、こういったプンタールという飾りがついているもの、非常に人気です。そしてこのアイテムもアイリストありないです、ずっと使っていただけます。装飾はこのプンタールぐらい、そしてピンの位置をどこでもさせるっていうメッシュベルト、非常に使いやすいんです。はい、ちょいカジュアル感も出る、そこがポイントです。そしてシャツです。これもね、もう定番中の定番、名品と言われてます。フィナモレというブランドのデニムシャツです。コットンパンツにデニムのシャツ、多くの方が一度は着てみたことのあるスタイルだと思います。それをイタリアブランドの名品に変えるとこんな感じに見えます。はい、普通のデニムシャツよりもきれいめに見えると思います。ウエスタンシャツみたいなアメリカ系のシャツではなく、前立てとかもない、胸ポケットもない、そして程よいシェイプ感、加工感も激しくないですよね。洗いはかけてるんですけどきれいめです。そして高めの襟にカッタウェイ、セルジオというカラーで、ボディはバーリです。イタリアっぽさが出て色気があります。一目でフィナモレとわかる、そしてカジュアルにも使いやすい、こんなデニムシャツ、これもずっと定番です。そして今後も続きます。休日に使いやすいシャツ1枚目はフィナモレのデニム、かなりおすすめです。もうちょっと寒くなってきた時に羽織りたい、そんなアイテムを着てみたいと思います。はい、着てみました。こちらザノーネというニットブランドの京都モデルです。はい、これも真っ先に手に入れたよっていう方多いと思います。それぐらいイタリアらしいコーディネートになります。すごく大人っぽく見えると思います。はい、こういったね、スタンドカラーの前がジップだったりボタンだったりいろんな形がありますが、こういったアイテムイタリアの男性は確実に1枚は持っています。本当に汎用性が高い、おしゃれに見える、脱ぎ着がしやすい、
そして機能的ということで人気です。襟がこれだけ高いことによってマフラーとかもいらないです。そして男らしいデザインっていうところがポイントです。5ゲージのニットです。いわゆるミドルゲージという中肉のニット、これがあったかいんですよ。すごくあったかい。しかも毛玉になりにくい。そこ大きなポイントです。実際に手に入れて本当に毛玉になりにくいよねっておっしゃる方多いです。だから色違い何枚も持っていこうと思います。そして同じ糸でタートルネックだったりモックネック、クルーネックご用意があるので、そういったものも揃えたくなる。そこが魅力です。でこの京都もう耳にしている方多いかもしれません。今年から若干リニューアルしました。もう何年も続いてきた定番なんですが、ついにねちょっとだけリニューアルしたんですよ。簡単に言いますとちょっと大きくなりました。これはもう世界的な流れです。僕今これ44サイズを着ています。去年までのモデルだったらもっとピタッと着ます。ただ若干ほんの少しゆとりがあった方がいいよねっていう流れなので、ちょっと大きくなりました。はい、襟がちょっとだけ低くなりました。1センチぐらいです。これに関しては皆さんご試着されて全然気づかなかったっていうぐらいの微差です。そして身頃です。ワンサイズぐらい変わっています。そして腕回りまだまだ十分細いですが、締め付け感ちょっとなくなってます。はい、着丈もね1センチぐらい長くなってる印象なので、元々のフィッティングぐらいで着たいよっていう方はワンサイズ落としてもいいかもしれません。ただ今から手に入れるんだったら46の方は46でバランスはいいんじゃないかなと思います。もうとにかくねこのザノーネの京都、名品中の名品と言われるアイテムなので、1枚持っておくとめちゃくちゃかっこよく見えますし、あったかい冬中使っていただけるアイテムかと思います。はい、続いてはこんなコーディネートです。一目見てわかる方多いかもしれません。パンツ、ジャブスアルキビオというブランドからマサッチョモデルです。先ほどのねインコテックスラックスの100型とかザノーネの京都モデルほどは歴史がないです。まだまだ数年前に登場して爆発的にヒットして今に至るという感じなので、一つの時代を作ったそんな印象で、しかも今のところこれに代わるパンツが出てきていないということでご紹介したいと思います。まずねウエスト、ゴムと紐、そしてこういったジャージー素材を使いながらもセンタークリースを入れることによって綺麗見えする。そして細さです。ギュッと膝下細い。このバランスによってスニーカーを履いても合うし、ローファーにも合う。本当にね、このゾーンがなかったんです。スニーカー用のパンツ、そしてドレスに合わせるパンツ。これは分けなきゃいけなかったのに1本です。しかも履き心地が楽。こんなに楽なパンツなのに綺麗見えする。すごいことですね。で、今回ご紹介するのはマサッチョゴールドです。通常のマサッチョとの違いは、マサッチョの方では使えないちょっと高額ないい素材を使ってより良い素材で履きたい、そんな方々のために登場したのがマサッチョゴールド。ジャージ普通に使ってるジャージよりいいなっていう感じは履くと分かると思います。非常に柔らかい、とろみがあるんですよ。それでいてタラタラではないです。しっかり張り腰はありながらも柔らかさを感じていただけると思います。そして見た目です。ジャージ感がない、ちょっと木グレーでウールっぽい見た目なんですよ。これは濃淡2色ご用意しているんですが、ウール見えする、カジュアル感をちょっと消してくれる。はい、今回スニーカーに合わせていますが、このままローファーを履いてニット着てジャケットを着てとなったらウールパンツを履いてるように見える。そこポイントですね。で、休日は休日でジャージなので使いやすい、そんな感じです。そしてシューズ、こちらもねそんなに長く定番というものではないです。スニーカーに関してはどうしてもね周期があります。流行り廃りもあります。ただなくならない形です。こういった形のスニーカーって常にあります。どこがトレンドになるかというだけであって、自分の好きな形をずっと履く、それでもいいと思います。はい、履き心地抜群です。クッション性もいいし柔らかい、そしてスタンダードな形、我々世代が合わせやすい、こんな落ち着いたタイプのスニーカー。そして真っ白じゃないとポイントです。白いスニーカー欲しい方多いと思います。でも真っ白のスニーカー選ぶと意外と合わせにくいんですよ。これちょっとグレーのスウェードを切り替えてます。かかとの部分色もついてます。こういったちょっとしたことで全身のコーディネートに溶け込みやすくなる。はい、そしてトップスですね。これもおなじみです。グランサッソというブランドの12ゲージソフトコットンのクルーネックの長袖です。当店何年もご紹介し続けています。大定番で名品、形がロンティーなのでカジュアルにも使いやすい。でもニットです。ちゃんとニットの上品さが出てるので、
カチッとしたジャケットを着てもミスマッチにならない、そこポイントです。そしてケアも楽です。普通に家庭で洗濯ができる。でコットンなので年中着られる。春脇はこれ1枚で様になる。ちょっとずつ羽織っていけば冬も過ごせる。そういった意味ではこのニットめちゃくちゃ使えます。はい、それではこの上に羽織物着てみたいと思います。はい、着てみました。レザーのシングルライダースです。エンメティというブランドのユリというモデルです。これも名品と言ってもいいんじゃないかなと思います。シングルライダース、皆さんやっぱりハードなイメージがあると思います。ただこのユリ、ギラつきを極力消しています。胸とかにファスナーのポケットがついてません。脇ポケットのファスナーも隠してます。ベルトのところにシルバーのボタンとかつけてません。でフロントのファスナーも目立たないような色にしています。袖口カフスにしてドットボタンにしています。極力悪目立ちしないようにおとなしく品よく作られています。どうしてもライダースハードすぎて苦手だなって思ってらっしゃった方々、ドンピシャだったんです。シルエットもね、細身で非常にバランスがいい。ちょっとカジュアルに寄せてもウールパンツに合わせても大人が着られるライダースジャケットとして地位を確立したユリです。これはね、本当に使えます。レザーもいろいろあるんですが、ここ最近 AMT 社はスペシャルレザーっていうものを用意してくれます。イタリアのみんなが知ってるようなハイブランド、自分のところでレザーアイテムを作るときはレザー自体を別注します。極力高品質なレザーに、しかもこの色がポイントですね、こだわって作ってます。何度も何度も作り直して理想の色に近づける。そうやってできた別注のレザー、全部を使い切れない数メーター数十メーター残したレザーを廃棄するのではなく、エンメティ社が買い取ってどこのブランドのものかっていうことは伏せて、日本のお客様にお値打ちにお出しするスペシャルレザー、もちろん限定です。二度と手に入らない色だったりレザーです。売り切りごめんという形でここ何年か登場しています。かなり奥行きのあるめちゃくちゃいい色ですね。普通のネイビーとは違います。そして春も使えると思います。こんなレザーを一着持っておくとコーディネートの幅が広がるんじゃないかと思います。はい、続いてはこんなスタイルです。まずパンツからです。ベルウィッチというパンツブランドからベルトというモデルです。これに関してはまだ数年です。ただめちゃくちゃ人気なんです。これは名品と呼ばれるアイテムになるんじゃないかなという願いを込めて今回紹介します。ベルウィッチというブランド、もともと酒だったりスコッチだったりちょっと太めで癖のあるそんなモデルが人気でした。ただ癖があるので多くの方に広く愛されるっていうものにはなれない。でね、今回登場したこのベルトです。この 2,3 年すごく引き合いが強くて全然物が足らない。なぜなのか、はい、多くの方が選びたくなる履き心地とシルエットだからです。絶妙なんです。先ほどのジャブサール気分のマサッチョモデルと比べたら多少ゆとりを感じると思います。細いパンツを履けない方、なるべくゆとりのあるパンツを履きたい。でもダボっとしたのは履けない。大人っぽく品よく程よい太さで履けるパンツ探してる方多いんですよ。そこにうまくはまりました。ワンプリーツです。腰回りは若干ゆとりがあります。でも太くないですよね。綺麗なシルエットです。でさらにポイントが、股上結構深めでウエストゴムなんです。ウエストゴムでベルトループもついていて汎用性が高い。こういったニットとか T シャツ着るときはベルトせず楽ちんに履いていただける。でも見た目はすごい綺麗なウールのスラックスに見えますよね。そこがポイントです。楽な履き心地で、でも品よく綺麗に見える。これは名品です。はい、そしてトップスです。ダノーネから12ゲージのメリノです。この肉感、秋そして冬何かを羽織る、ジャケットでもアウターでもとにかく一番使いやすい厚さ、12ゲージです。このニット自体はずっとあります。そして今後も続くでしょう。薄すぎてもダメ、厚すぎてもダメ。この厚みが一番使いやすいってことに皆さん気づいていただけてます。それぐらいの厚みのニットって各ブランドから登場します。その中でもこのザノーネ、非常に暖かく着心地抜群で定番のニットなんですが、ちょっと今年らしさ今時感を出すためにモックネックにしています。タートルネックが苦手な方一定数いらっしゃいます。そしてタートルネックを着ていた方も
秋口から着られます。タートルって結構寒くなってから使うものなので時期が来ないと着られない。でもモックネックだったら着られます。高さがそれほどない、そして締め付け感もないのでそこまで寒くない時期でも着られる。そこがポイント。そして今時感が出ます。ジャケットの上に着ても首の汚れだったりとかをジャケットにつかないようにしてくれる。そういった意味でモックネックは非常に使えるので、今1枚手に入れるんだったらモックネックの12ゲージクラスのニットを用意しておくと、どんなスタイルにも使っていただけるんじゃないかなと思います。ではこの上にジャケットを着てみたいと思います。はい、着てみました。ニットジャケットです。ラルディーニというブランドからニットジャケットのご紹介です。これもね、長いこと続いてます。そして今でも売れ続けている名品と言っていいと思います。本当に着心地がいいし楽です。そして暖かいで、ちゃんとして見えますよね。はい、襟周りもしっかり作られています。重衣料を得意とするブランドなので、こういったニット素材で作ってもちゃんとして見える。今の時代だとこのままお仕事いけると思います。ネイビーとかを選んでいただいてタイドアップしてグレーのパンツと合わせてお仕事いけると思います。そういったものが今は主流です。しばらくは続くと思います。そして休日も使えます。お休みの日にカチッとしたジャケットを着ていく、堅苦しすぎるよね。でもいい年なのでちゃんとして見えたい、ジャケット風なものを着たい、そんな方はぜひこのニットジャケットを持っておくと非常に重宝するアイテムで長く使っていただけると思います。はい、というわけで今回はイタリアブランドの名品を集めてコーディネートしてみました。やっぱりね、長く続くもの、ずっと定番、そして今後も続くでしょう。そういった名品と呼ばれるものはそれなりに理由があります。ご自身のコーディネートにこれは合いそうだなっていうものを1個でも見つけていただいて、あ、なるほどなと感じていただけたら嬉しいです。今回も長い時間ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。